りに料理できたりするから俺なんかケーキとも焼けんだよ俺多分俺ケーキ800円ぐらいなんだろうなみたいなちょっとなんか大きいできちゃうんだよできちゃうけどそんなの作ったらさ最初はさあいいなとか思うんだけどだけどあこれやっぱり女の人ってやっぱりいや私はみたいな感じではあるけど料理作るのが本能としてあるじゃんだから旦那さんに飯食わすとかさあるからその居場所を奪っちゃうんですよそれであ男の人がいるそのでもあれだよあツイッターとかとかミクシーとかでタイムラインとかで料理作りましたこんなのやつうわすごい美味しそうとかでかっこいいで料理できる人本当にいいよねとか言うんだよ本当そう思ってるからです、何回も繰り返すけど女っていうのはねやつらは矛盾の生き物だから言ってるだけなんだよもっと分かりやすく言うと例えばあの動物園行くじゃん動物園行ってキリンとかゾウいるでしょなんか大きい可愛いなとか思うでしょ、うん、でもなんかめっちゃ可愛いなとか思うんだけどお家の中にゾウ入ってこないと困るよねみたいな無理だからね、うん、キリン入ってみたらうぜえみたいな何これみたいな遠巻きに見るんだったらなんかすごい綺麗だなとか可愛いなと思うんだけどうちに入られたらおいおいおいみたいなこれテロじゃねえかよみたいな話になっちゃうから勘弁してくよってねだから無理なんですよだから料理できすぎたらダメじゃんもうその証拠に僕とかでも勘違いしてる時期があって料理やったらモテるんだってでモテるために料理したのね、うん、で一生懸命頑張ったの頑張って、ね、彼女とね食わせるわけじゃんでも自分男としてはさ彼女の料理とか手料理食いたいじゃんだから弁当とかさだから食いたいな食いたいなと思って俺、まあ、バツイチだけどなんか愛妻弁当とか食ったことないんだけどもうそのなんか夢なんですよ愛妻弁当食いたいなとか思うんだけど、ほんで突き詰めていったら、なんか、いや、なんかこう、ケチつけられそうとか、いや、なんか、作った料理うまいから、それよりも自信なくしちゃうの。で、逆行してんじゃん。さっきの女ギャルの話じゃないけど、だから女の子にあくまで自信持たせる仕事なわけだよね。自信持たせて調子に乗らせるのが、ね、言ったら仕事なわけで。そう考えたら逆の行動なわけだよ。だから、どういうのでさらにまた矛盾分かりにくい生き物やから、うん、やつらとしては一番確率論としては何が一番ベストかっていうことを考えた結果包丁を触れるなんか野菜洗えるちょっと煮れる程度ぐらいがベストいいですねほんであたかも一緒に、まあ、指示通りハワイとかでやってるんだけど一緒に料理やってるみたいな、うん一番いいパターンで反応いいのは、だからあれなんだろうって、まあ、もう俺出しちゃってるから仕方ないから、だから言う言葉はその、いや、こんなんやるけど、だからどっちかって言ったら、もうそのベタベタな家庭料理とかを、だから彼女と女の子と一緒に作るとかもすっごい好きなんだよね、彼女が作り込んでやっちゃうけど、商売から。そういうのはいいんだよねっていうか、共感してくれるのね。共感、その前に共感仕込みしてるから。で共感してくれるから、ほんでさらに。こうね、畳みかけてやったら結構いい感じなんですこれ、うんまあ、だから料理は漢字は恋愛対象じゃない方がいいじゃん、はい、勝負でやるけどね、 そうですね変に恋愛関係になって困るじゃん、うんまあ、それめっちゃ可愛いなとか本当タイプだなと思ったら、まあ、それやっちゃえばいいけどと、うん、正直、うんもう素人のうちとかだったらさ、素人患者のうちだと、そうだと事件起こったりするからさ、それよくないんで、やめといた方がいいな。うんまあ、だから、とりあえず、とりあえずっていうか、とにかく、料理やって、まあ、こう結構、こんなんで一人暮らしで頑張りました、みたいな、画像程度に出してる程度が一番いいかな、うん。で、なんか、バーベキューとかやったら、なんか、俺なんか料理できるから、って。なんかブログで出してあれ食いたいとか言ってここでバーベキュー出しますみたいな要は予告編やんな食いに行きたくなるでそういう中途半端だったらねモテちゃうそう本当あれこれやらない方がいいや俺魚ぐらいだね余計なことやるともう黙ってろって言われるからね本当に詰まってるからそうそうけどイカとかほらやると喜ばれるからさそれぐらいはね生臭いやつとかうんそうね、だからそういうのをやるいやだから言ってたけど包丁とか洗うとかその基本的な程度だったら要は私の面倒くさいことはやれっていうことだよねそうはいっつって皿洗いとか生臭い系とか、うん、そう、まあ、魚とか難しいだから結構分かってなくていいんじゃないですか、うん、それは得意だからさだからもうそこだよ
めっちゃうまくなりました、魚さばくの。沖縄でやってる。カツオとか30秒ぐらいでさばけるよ。もう丸のやつ。マイホームを深いすぎたね。うん。面白いね。最低限。得意料理だからさ。でも鍋がいいやっぱり楽ちんだもん、うん、でもあんなんでもいい多すぎるって思われるじゃないですか。軽くできるようになった方がいいって、うん、でかつなんか女の子の手作りは争わないみたいな、そう、まあ、できなかったらできなかったらいいよね、うん、女の子だってできるとかさ、おすごいねすごいねって言ったらさ、もう喜ぶじゃないですか女の子だって。あ、 もうあれですね、できなかったらできなかったらいいんですけど、うん、バカでもこんなのできるだろうっていうことは、もしできないんだったらできないなりに行くべきやな、うん、何したらいいかな、何したらいいかな、そうそうそう、水洗うだけでいいからみたいな、それだけでもやるべきだ。あ、全くできない女の子とかいたら、それは自分がやった方がいいんですかね。一緒にやったらいいんじゃないの。一緒にやってだから、うん、わけわかんない料理作ってる、うん、面白いじゃんねそう、あははって笑ってぐらい、そう、あははって言って、うん、ほんで、いや、これ、その女の子のここが良かったみたいな、そうそう、で、自信を持たせてあげることで、ね、次はこうしようよみたいなね、うん、もう、僕らの自信、女の子に自信持たせるのが、ね、仕事だし、それもプロだから、それに基づいて、特化して考えればいい、うん、どうすれば思ってるところに着地する。単純なんだよね、パチンコの勝ち方だと思う。結局、両手だったら、まあね、10本だけど、まあ、基本的にももう、この中で多分収まっちゃうんだよね。うん、その、なんか、ケース、ね、細かいケースがあるから、なんか、細かいいっぱい質問があるって、沼さんが、はい、やりましたって言ったら、このブログやりましたって、もう何百って記事あるけど、実際言ってることって多分10本以上あるんだよね、本当にそうですよ、この基本。いい台打ちましょう。で、釘読めるように頑張ろうね、みたいな。で持ち玉比率頑張っちゃおうぜとか、ちょっと止め打ちしようぜみたいな、止め打ちしてやろうぜ、あれなんか余っちゃったみたいな感じないのそうでしょ、そうですね、パチンコの勝ち方でもう決まってんじゃん、もう本当に昔から変わってねえんだよ、うん、でも昔から変わってないし、それ複雑に10個以上とか、他のさ片木の仕事みたいなさ、20個30個とか50個100個とかノウハウあるんかって言って全くないの、うん、ないからこそ、その数少ないので、なんか稼げちゃってるから余計不安になるんだろうと思うけどさ、まあ、こんなんでいいかなとか思ったりとか、なんか人間的に成長してないな、みたいな。そうそうです、ね、うん、で。じゃあ、これが終わった時に、なんかあった時に、なんか大変なことになっちゃうんじゃないかなとか。趣味で料理やったらええねん。料理ですか。ねえ。作ってみようかな。簡単なのは、ちょっと、でき始めるとハマる人はそんな面白いよ。なんかネットとかで調べるんですか？レシピなんか作る、調べたっていいし、失敗しながらやったっていいしさ、なんだっていいじゃん。ね、やってみるってのはね。